しくお願いします、はい、お名前の方を聞かせてください。はい、岡田龍子です。趣味の肺がんのことについてお話し、たまたま前のね、肺がんの先生がうちにね遊びにいらして、あら私こういうね肺がんっていうのをやってるのよって、あんたもやってみないって言われて、いや私なんか田舎帰ったこともないからダメだって言ったんですけど、大丈夫よって、大丈夫だからまずやってみましょうということでね、素顔同様そのままね、あそうですかって仕方なく仕方なくねやったっていうのが始まりです。もうやってみてなかなかできなくてね、この濃淡かすりなかなかできなくて、もう20枚もね30枚も書いてもできないんだもの、わあと私はやめるって言ったんだけど、大丈夫よって言われてね、またやり始めて、とっと30何年も、もう30何年もなってね、ついてきてしまったの。もういつの間にかね、やっぱり東京にも行きませんかって言われてね、4、5人のメンバーが行きましょうっていうことで、もうそういうことでもう8年も東京の学校にね、通わせていただいて、なんかようやくね、教授をいただいて、仕方なくてお語弊ありますけど、秋田にもねこの肺がんをっていうことで、こんな素敵な肺がんの世界ね、だんだん身について、もうぜひともなということで、もう自然に行ってね、いつしか住宅を会場にしてね、今も教室にしてもうやってきましたけど、展示会はもうアトレオンの中でね36回やりました、やらせていただきましたこれ百字如意っていうね、これ普通俳句も入るんですけど、こういうメイクもね入って、本当ね簡単なだけども、どっちが薄く濃く、ね、いわゆる濃淡かすれの入ったね基本の絵ですので、私この株好きなんですよそういうことでちょっと今日持ってきたんですけど、じゃあ、あとふるさとについてお話伺いますか。やはり秋田のこの自然のね、観光のね、観光の地、やっぱりもう少し秋田こんなに自然の優れてるね秋田をもう少しね活性化したいというね、グループはいっぱいあるんですけど、なかなかねあれですけど、こういう肺がんを通して少しでもね、書いて心潤う、そういうね人に したらいいかなってね思いますね。一人でも多くの人にね、こういう自然の美をね、秋田のふるさとを思ってねやっていければなと思います。特にこういう機会はね、やっぱりこう自粛って言ってね、何をしたらいいのかしらって、やっぱりこういう時こそね不備を持って、上手下手は別なんですよね、やっぱり楽しく書ければいいなということで、私は教室を持ってまいりました、ご苦労様でした。